はい、こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか？今もね、王族が、イギリスとか、まあ、フランスはないか。まあ、何カ国かね、その王族の方がいらっしゃるけど、まあ、日本も王室というか、皇室なんだけど、やっぱ、その歴史を見てるとさ、すごいなと思うんだけど、その皇室の中でもやっぱ敵対してる、しまってね、まあ喧嘩じゃないけど、戦争じゃないけど、そういうことになってしまうこともあって、見てて、その歴史をね、見てて、面白いなと思う時がある。まあ当事者はね、そういうこと言うなよって言われそうなんだけど、でもまあ見てると、その近親婚っていうのかな、近いところでこう結婚してるのが多いなと思う。それでね、だんで血が濃くなりすぎちゃって、ちょっと障害を持ってしまってるっていうことが多いみたいね。まあ、これは王室関係なく、そのちょっと有力なね、その豪族じゃないけど、そういう人たちも、そういうのがあって、大変なことになってしまうっていうのはあるみたいね。それで断絶してしまったっていう豪族もあるみたい。日本もね、やっぱあるみたいで、おじさんと姪とか、今はいとこでも結婚できるのかな。まあ、それだったりとか、まあ、神話の時代になっちゃうけど、まあ、兄弟で結婚するとか、っていうのがあるよね。っていうふうに、まあ歴史のあれで、社会とかそういうので覚えた記憶があります。まあ、そうしないと、ダメだったっていうか、ダメではないけど、なんか血が濃ければ濃いほどいいみたいな感じになっちゃうのかな。他の王族のね、他の国の王族の人の血を入れるっていうのが嫌だったりとか、まあ、政略結婚とかで、ね、他の国から、隣国からのその女性を迎え入れるっていうのもあるだろうし、でもまあ、本当そういうのは、恋愛で結婚するっていうことはあんまりないのかもしれないね。その近親婚も含めてなんだろうけど、力をずっと持ってたいっていうのもあるだろうし、もう今はね、その王族があっても別に、王族がなくても別にいいじゃんっていう風潮にだんだんとなってきてるみたいで、まあ、イギリスなんかでも、そういうのもあるのかなって思っちゃう。でもまあ、なくなったらなくなったで、あ、やっぱ、あった方がいいじゃん、みたいな。そういうふうに国民の人が思ってしまう可能性もあるよね。これって世界に誇れるものだったんだって。これって言い方おかしいけど、王室っていうものが世界に誇れるものだったんだって。その王室がなくなったら他に何があるのって言われたら、ああ、何もないよな、みたいな感じに思われてしまう。まあ、極端な話だけど、今のは。まあ、イギリスだけじゃなくてね、他の王室があるところも、じゃあ、
それ以外、それをなくしたら何があるのって言われると、あ、なんだっけな、みたいな。まあもちろん観光名所もあるし、景色もいいところだけど、やっぱ、この国にこういう王室があって、そういうイメージがあるから、まあ行ってみたみたいなさ。歴史がね、結構好きだったんで、そういうのがあるんで、来てる人もいるし、移住して来ている人もいるから、まあまあ、ね。どうなんだろうか、って思いました。まあ、近親婚今ね、タブー化されてるよね。では思いました。以上です。それでは皆さん、さようなら。